Good evening. Hello, everyone. I'm middle-aged girl. My name is Satomi. Please call me Satomi. はい、皆さんこんばんは。今日は、ドライブで、自分のいるところから南西へ車で走ってきましたということで、ここは淡路島の東浦、なんだよ、ここはね、東浦ターミナルパークという、24時間おトイレも駐車場も開放している道の駅です。はい、今日はここで車中泊をしたいと思います。はい、一応ね、車中泊のためにちょっと暗いから見えないかもしれませんけど、車の、ね、窓のガードもしっかりして、本当中からは本当見えにくい車になってます、ね、中にね、ブラザンを入れてね、車を見えにくくしました。それでは今から中をね、ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、前のドアを開けます。はい、相変わらずめっちゃ暗いな前の、わかりにくい、前のドアは思いっきり前に出して椅子を前の方に引いてあります。では、明かりがついている後ろの席に移動します。後ろの席にやってきました。はい、ね、ちょっといろんなものが散乱して、お風呂に入ったタオルもこうやって干してあります。で、よいしょ。一応ね、窓はちゃんと涼しいように網戸にしました。で、大事なものはこうやってね、ネットに引っ掛けて、ランタンもネットに引っ掛けて、朝使うものもこうやってネットに引っ掛けてね、これで夜が落ち着いて寝れると思います。はい、こうやってね、足を伸ばしてもね、短い私の足を伸ばしてもまっすぐ寝れるというフィットの居住性は最高で、しっかりサーキュレーターも回ってます、ね、これはね、電源はこの、一応ね、電源バッテリーですね。まあ一番小さい、電源バッテリー、バッテリー電源なんですけど、こちら約1万円ぐらい、これを買いました。これはだいたい扇風機だったら一晩は、軽く持ちます。あと電気毛布、これも7、8時間ぐらい持つと一応書いてありました。一応ね、やってみないとどんだけかは分かりません。はい、まあキャンプやアウトドア車中泊にね、お手頃なサイズなので、もうしばらく、これは私の必須アイテムになりそうです、ね、こんな感じ。よし、寝転がる。よいしょ、ね、こうやって寝転がっても、ね、足も伸ばせるし、すごい天井も広いし、なんかすごい落ち着く居住空間になってます。いいでしょうね、今、あ、ここ言うの忘れてました。ここはね、今日は福井から淡路島に、やってきました。淡路島、すっごい天気がいいところで、前から気になっていた、
玉ねぎラーメンを淡路島のサービスエリアで食べました。すっごい美味しかったですね。甘くて玉ねぎがいっぱい入ってて、で、玉ねぎももちろんお土産に買いました。あとは、晩ご飯はそれで終わりって思ったんですけど、やっぱりな、まだなんかちょっと食べたいなということで、道の駅淡路に寄ったら、なんかね、美味しそうなしらす丼っていうのがね、目に入ってきて、ね、そのしらす丼を見たらね、またまた食べたくなってしまったわけなの。だからね、ちょっと持ってきたビールと一緒にね、しらす丼もね、一人前もペロッと食べちゃったの。美味しかった。しらすがね、あんなに新鮮で美味しいなんてね、やっぱり淡路島だから美味しいかななんてね。一回ね、スーパーで買ったね、しらすで食中毒を起こしたことがあったんでね、恐怖だったんですけど、はい、すっごい美味しく食べられました。もうね、なんかチュルチュルのシコシコって感じ、すっごい美味しいです、混乱してね、車の中ね、ここにタオルも引っかかってます。あ、そうそう、お風呂に入りました。お風呂なんていうお風呂やったっけな、美乳松穂の湯、美しい湯と書いて松穂の湯、美乳松穂の湯、美乳じゃなくて美乳松穂の湯、はい、その名の通りね、お肌がね、美しくツルツルになったんですよ。はい、さすが美乳ですね。ねえ、さとみんのお肌もツルツルになったはず。多分ね、なんかね、髪の毛のリンスのしなくても、なんかね、乾かした時がね、すごくね、サラサラしてました。ボサーってならなくてサラサラしてて、すごいね、気持ちよかったです。で、あとね、お風呂の露天風呂から見た、あれは淡路島へ渡る時の大橋ですね。あそこの大橋から見たね、マジックアワーの夕暮れがすごい綺麗でした。やっぱりね、車中泊ならではのこう落ち着ける感というか、楽しみというか、そういうのがね、ある。だから車中泊はこれからもなんかやめられないものになりそうです。はい、ねえ、ほんと今日は背中も痛くなくって、よく寝れそうです。あー、贅沢贅沢ね。淡路の名物玉ねぎラーメンと、あと、プリプリのしらす丼ぶり、もうね、これだけでね、もう本当大満足。はい、あとは、朝車の中で、コーヒーを沸かして飲んでから、明日の朝の行動